はい、どうもことです。今日はね、名古屋のフォーミ名古屋のいる、フォーリミテッドサザビーズのスイムの解説をしていきます。でちょっとね、夏っぽい曲を1曲やってみようと思って、まあ、あの3年前の曲なんですけど、まあ、結構未だにバンドマンとかには人気あるのかなと思ってやってみようと思います。あとね、結構最近リクエストをいっぱいいただくんですけども、まあ、なかなかね、全部答えるのは無理なんですけど、まあ、余裕があればやっていきたいと思ってます。なんでまあできるかどうかちょっとわかんないですけど、一応リクエストはあのじゃんじゃん、一応コメントは全部見てるんで、ぜひどんどん変えちゃってください。はい、BPM が196の、チューニングはレギュラーチューニングです。では早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、じゃあこのイントロのバッキングなんですけど、E メジャーで、次が A メジャー、次が B、 で次が D フラットマイナーですね。2小節目と、4小節の頭を食う感じですね。半拍前で、わかりますか？ドゥーンドゥーン、ワンツースリーフォーワンじゃなくて、ワンツースリーフォーワン、ツースリーフォー、ワンツースリーフォーワン、ツースリーフォー。でこうすると結構疾走感出るんでね、こういう結構 BPM 速い曲では結構多用されてるん でもしね、バンドでやる場合にここをやっぱり全楽器で揃えないと結構適当にやってしまいがちなんですけど、やっぱここをちゃんとやってるかやってないかで結構差が出てくると思うんで、はい、ぜひしっかりあの食いましょう。はい、じゃあ次ここの部分のリードパートやっていきます。はい、ここの部分なんですけど、ちょっとズームしてゆっくりやります。で多分ね、下にタブ譜出すと思うんで、手打ちのね、はい、じゃあ次 A メロ B メロのバッキングやっていきます。まあ、A メロはストロークが違うだけなんで、ちょっと飛ばします。って感じです。で次 B メロですね。はい、B メロはね、コード進行が若干変わるのと、あとちょっとストロークが難しいかもしれないです。はい、こんな感じです。じゃあ次ここのリードパートをやっていきます。 AB 通していけるかな、やってみます。はい、この部分なんですけど、ちょっと曖昧です。ちょっとゆっくりやってみます。多分違う気がするんですけど、まあ大体多分使ってる音は合ってると思います。
で、その先 B メロがオクターブ奏法ですね。と、じゃあ最後サビなんですけど、バッキングはイントロと一緒なんでちょっと端折ります。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わります。よかったら、チャンネル登録、グッドお願いします。あと下の概要欄にTwitterのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。